今回の動画では、オムニバスストーリー、夕暮れのさまよい人で実装されるオペレーター。こんな書類の処理には大してかかりません。時間が余りそうなので、ロドスが結んできたビジネス契約を見せてもらえませんか？細かい条項の中に、違約金や損害賠償をせしめる機会がたくさん隠れているんですよ。補助オペレータープロバイゾの紹介及び簡易解説を行っていきます。はじめまして。この度新たに記者の法務を担当することになりました、デイシュッタと申します。コードネームが必要でしたらプロバイゾとお呼びください。一応お伝えしておきますが、コードネームで従業員の身分を曖昧にするというやり方は、私には通じませんよ。プロバイゾはカジミエーシュにある法律事務所、ボーゼ法律事務所に所属していたオペレーターで、その法律事務所はカジミエーシュでもトップクラスな上に、プロバイゾはその法律事務所でもエースクラスの腕前を持っていました。そのため、人事部はプロバイゾをロドスに加入させるかどうか非常に迷いました。理由の一つは、ロドスは完全にホワイトな企業というわけではなく、各国の法律と照らし合わせてもグレーな部分がいくらか存在しているからということ。例えば、10章での非常時とはいえ、ロドスという身分を隠してロンディニウムに潜入したなどがそれにあたり、法律面から小突かれれば面倒となってしまう部分は少なくはありません。そして、もう一つはプロバイゾの事件に対して臨む態度で、プロバイゾ自身は事件や捜査手段に対する考え方はかなり曖昧なものとなっており、言ってしまえば実際はどうなのかという部分を気にすることはなく、勝てば官軍というような弁護を貫いてきました。そのため本質的にロドスの要求に見合うのかどうかという点も懸念されていました。しかしプロバイゾはこのロドスの疑念に対して非常に詳しく回答を行い、プロバイゾのこれまでの行動指針がロドスに影響を与えるということはないと回答。そして、なぜロドスに加入しようと思ったのかについては、ロドスがカジミエーシュメジャーの時に見せた動きに興味を持ち、本当にいいことをしている会社のように見えたからだとのこと。そもそも、プロバイゾ自身も元から善悪の区別なく、勝利絶対主義な人物だったというわけではありません。法律事務所に就職した当時の彼女は、正義を追い求める弁護士になろうと考えていました。しかし、そこはカジミエーシュ、正義が物を言う国家ではないことは誰もがご存知のはず。プロバイゾもその洗礼を受けることになり、結果的に正義よりも勝つことを目的とした弁護士となりました。当然常勝無敗の弁護をしている以上は敵も非常に多いわけで、とある日プロバイゾが勝利の祝杯を開けて家に帰ってきたところ、家にはボロボロになった弁護士服がかけられていました。プロバイゾは少し慌てはしたものの、このような嫌がらせは日常茶飯事だったということや、脅しに関してはそれだけで収まったため大きな騒ぎになることはありませんでした。そこから今回の舞台となる場所へと仲裁を行うために向かい、田舎に土地を買って最終的な隠れ家にしようかと考えていたところ、ムリナールと出会い、ムリナールと何気ない会話をした後に自分もそろそろ変わらなければならないと考えて、現在の仕事を辞めることを決意、少しの休暇を挟んだ後にロドスに加入することを選んだという経緯になります。彼女もまた公正を貫こうとした結果、カジミエーシュの不条理に叩きのめされた人物であることに変わりはなく、感染者とはまた違った形でカジミエーシュから被害を受けている人物と言えるのかもしれません。プロバイゾのモチーフとなっている生物はクランタという種族から分かる通り馬でしょう。馬の大好物は人参だとよく言われますが、これは猫の好きな食べ物が国によって異なっているのと同じで、馬も国によって好きな食べ物は異なっています。というより馬は甘いものが好きなので、例えばリンゴや角砂糖、バナナ、ブドウ、イチゴあたりも好物です。一方で人がよく食べる野菜であるキャベツやブロッコリー、ほうれん草などは食べることはできません。油中全般の野菜は食べると胃でガスが発生してしまい、腺痛を引き起こしてしまうのでダメみたいです。その他にもチョコレートやアボカド、玉ねぎといった基本的に人間しか食べられない食べ物もダメ、チーズやパンなどもダメなのだとか。なお当然馬にも好き嫌いはあるので、ビールが好きな馬もいるみたいです。馬も人間のようにもしかすると味覚が発達している動物なのかもしれません。こんな重要資料へのアクセス権をいただけるなんて、もうただの法務担当ではなくなったんですよね。その信頼に感謝します、ドクター。願わくばロドスで法律を通して今までできなかったことを成し遂げられたらいいな。
プロバイゾは、スズランやアンジェリーナと同じ観測士タイプの補助オペレーターで、特性の足止め強化を一時的に強化する単発スキルと、単発攻撃を行った後に自身の攻撃速度が上昇する複合スキルを所持しています。ただ、プロバイゾの注目すべき性能は戦闘面というよりも基地運営の面。プロバイゾがいるかいないかで、基地運営の仕方が大きく変わると言っても過言ではない性能を有しています。スキル1は、SP が溜まった状態での次の攻撃時に発動する自動発動型の単発スキルで、スキル発動時、攻撃力の一定割合の術ダメージを対象に与え、さらに特性による足止め効果を強化するというスキル。延長後の足止め効果は 1.6 秒となっており、攻撃間隔である 1.9 秒を完全にカバーすることはできませんが、ほとんどの時間をカバーすることは可能となっています。通常ステージにおいては微妙な感じは否めませんが、統合戦略でのシラクーサの憤怒のような、スキル発動後、短時間だけ攻撃力が大きく上昇する秘宝と組み合わせることで、乗算スキルということもあり、瞬間的に大ダメージを与えることができるでしょう。スキルには、発動した瞬間に攻撃範囲内のすべての敵に対して攻撃力の一定割合の術ダメージと、スキル持続時間と同じだけの足止め効果、敵の特殊能力無効化のデバフをばらまき、その後、スキル持続時間と同じ期間、自身の攻撃速度が大幅に短縮するという効果。性質的にはポデンコのスキル2に近いものとなっていますが、あちらは足止めと特殊能力無効化が最大で6秒間しか継続しないのに対して、こちらは最大で10秒間継続する代わりに、ポデンコのように持続ダメージをばらまくということはできず、ダメージを与える手段がプロバイゾ本体のみという点が特徴となっています。ポデンコとの大きな差異点を挙げるのであれば、足止めと特殊能力無効化の適用範囲。ポデンコのスキルには奉仕が発生している範囲内しか、デバフ効果が付与されないのに対して、プロバイゾのデバフ効果は、スキル発動の瞬間に敵が攻撃範囲内にいるのであれば、デバフが付与された後に敵が攻撃範囲内の外に出ても効果は継続します。つまり、デバフの付与という点で言えばプロバイゾの方が優秀というわけです。一方で、敵の数が多ければ多いほど全範囲攻撃持ちのポデンコの方がダメージが出やすいので、利便性と火力のトレードオフな性能関係になっていると言えるでしょう。プロバイゾの基地スキルは、どちらも貿易所に関するものとなっており、純金の消費数が4を下回る金属オーダーは、すべて違法オーダーとしてカウントし、基地スキルにはその違法オーダーとしてカウントされた、金属オーダーの純金の納品数、つまり消費数をプラスにするという効果。結果的には純金納品数が2なのであればプラスにされて純金消費数は4になり、獲得論面兵は2000に、純金納品数が3なのであればプラスにされて純金消費数は5になり、獲得論面兵は2500に、純金納品数が4なのであれば、違法オーダーとしてカウントされないので、獲得論面兵は2000のままとなります。この基地スキルの凄まじい点は、基地の形が153型であっても243型と同等のレベルで基地運営が安定するということ。つまり、プロバイゾ一人で貿易所一つをカバーできるくらいには働きを見せてくれるというわけです。逆に言えば、あまりにも凄まじい働きを見せるので、243型でプロバイゾを使用すると、純金はみるみる減っていくことになります。なので、プロバイゾを基地運営に使用するのであれば、153型への組み替えがおすすめ。また、プロバイゾ自身は受注効率を上昇させるスキルを持ち合わせてはいないので、アルケットといった単純に受注効率が高いオペレーターと組み合わせるといいでしょう。なお、金属オーダーの純金消費数が3以上の際に、報酬金額をプラス500する効果を持つテキーラの基地スキルは、さすがに違法オーダーは適用範囲外となっているので、テキーラとプロバイゾを組み合わせる意味はありません。彼らが武器で私を傷つけるとき、何を感じるのかしら。安心して、きっと大丈夫だから。本件に関わりのない方たちは急ぎに退場してください。以上により、ゆずだって引かない。サポートは任せるわ。空気の陸地も乾きすぎね。
黙っていろ。スタンバイ。無駄なあがきはやめなさい。戦に命心配しないで。